いわきひろゆきは、TBS メディア総合研究所取締役、編集局長。TBS テレビ元報道局記者、報道局解説、専門記者室担当局次長兼主席解説委員。東京都目黒区出身、千葉県松戸市在住。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、1978年、TBS に入社。 テレビ U 山形取締役相談役で、元代表取締役社長の湯川哲夫、緑山スタジオシティ代表取締役会長、テレビ U 福島顧問で、元代表取締役社長の新国一郎、映画プロデューサーの永田守は同期。放送局では、社会部、政治部、編集部などに所属。1991年から1995年までは、 報道局外信部 JNN 北京市局長、帰国後は JNN ニュース編集長を務めた。そして1998年10月から報道特集でサブキャスターを5年間担当。その後は外信部長、報道局解説、専門記者室長を経て2009年4月1日から、 報道局スペシャリスト局次長兼主席解説委員を2013年7月1日より報道局解説専門記者室担当局次長を務めており TBS が運営するニュース専門チャンネル TBS ニュースバードのニュース解説として出演することが多かった2016年3月31日付で TBS を定年退職ただし TBS メディア総合研究所取締役の職は続投しており、現在も報道解説者として TBS の報道、情報番組に出演している、など、ありがとうございます。